はい。お疲れ様です。今回の動画はですね、道路工事や造成工事でよく使用される落ち蓋式夕方速攻 300×300 300ですね。この速攻のこちらの写真のように斜め切断における計算方法についてわ、えー、かりやすくですね、お話しさせていただきたいなと思います。はい今回の動画の流れですけども、最初にまずははじめにということでお話しさせていただいて、 速攻切断のポイントそれから計算方法ということでまずは比率の計算とそれから切断位置の計算、えー、繰り返し計算がありまして計算結果をお話しいたしますで最後に簡単にまとめさせていただいて終わりということになります、はい、ということで早速ですねお話しさせていただきたいなと思いますはじめにですね道路工事などの工事現場では 用紙の境界に沿ってですね、速攻を設置することが一般的になるかと思います。しかし、境界線は常に直線ではなくてですね、結構こう、カクカクと曲がりくねっていることが多いため、直線的な速攻だけでは対応できない場面があります。このような場合ですね、曲がり角を作るためには速攻を適切にですね、切断する必要がありますと。と いうことですね速攻切断のポイントということで今お話しした通り、えー、自然な形でですね、えー、速攻を折るためには速攻2本とも同じ角度で、えー、切断する必要があります、えー、こちらの図のようにですねこちら平面図なんですけども例えばこのように折る場合これをこう離した図面がこの下になるんですけどもこう同じ角度でですね切ってこれを合わせると いうことになるんですけどもこのように同じ角度で切断すると接合部分の断面積が同じになりきれいにですね接続できますということですねはい、計算方法になります小型の速攻はですねひっくり返した状態で切断することがですね多いかと思われますのでそこから見た状態の断面でですね計算していきたいなと思いますはいということで 最初にですね、比率を計算します。速攻の幅、520ミリですね。落ちぶた式夕方速攻300のですね、全幅が520ミリあります。この520ミリに対して切断する長さですね、今回は135ミリとして設定させていただいております。この520ミリと135ミリの比率を計算します。計算式はですね、こちらですね。1 3 5 ÷ ということで96とでなりますこれはですね、勾配の計算と同じだと思っていただければいいかなと思います。例えば1、1%の場合は、距離1メーターに対して、高低差が10ミリ、1センチですね、の場合1、1%という形の計算と同じイメージでですね、やっていただけたらなと思います。続いて、切断位置の計算ですね。こちらの図のように、全幅が520ミ、mm、リ、 ある、A、300の速攻ですねこちらを先ほど計算した比率を利用してそこを裏返しにしたそこの部分の切断位置をですね計算していきたいと思います。まずはこちらのこの面を取ってる部分のこちらの位置ですね。こちらの位置はこの側溝の端部から 50mm 離れております。ですのでこの 50mm を先ほどの比率でですね計算してみたいと思うんですけども。 計算式は 50×0.2596 ですね。イコール、飛車5にすると13ミリという答えになります。ですので、こちらの位置では13ミリ移動するということですね。この切断する位置がですね、13ミリ移動するということになります。で、同じくですね、繰り返し計算なんですけども、同じくこちらの面、えー、面を取っているこちらの位置ですね。 こちらの位置を計算するんですけども先ほどの 50mm とこの面取ってるこの幅がですね 30mm ということですので50プラス30で 80mm 離れてますですのでこの 80mm に0.2596の比率を掛け算するということで計算するとですねミリになりますですのでこちらの位置では 21mm 切断位置が移動するということですね。 まあこのようになるんですけども、13ミリとこちらの位置では13ミリ。で、こちらの面取りの位置では21ミリになるということですね。はい、続いて繰り返し計算なんですけども、こちらの右側の位置ですね。面を取ってこちらの位置なんですけども、先ほどの続きでですね、50ミリと30ミリと、さらに360ミリ移動した位置ですね。これを足し算すると、 50 30 3 6、mm、こ,この440にですね0.2596の比率を掛け算してやると 114mm ということになりますね。ですのでここの位置では 114mm 切断する位置がずれるということですね。でさらにですね最後ですねこちらの面を取っているこちらの端部の位置ですけども先ほど計算した 440mm に、えー、さらに 30mm を足し算するということで。 470ミリに0.2596の比率を掛け算してやると122ミ、mm、リということになります。ですので122ミ、mm、リ移動した位置がこの切断する位置ということになります。計算結果ですけども最初に計算した13ミ、mm、リはこちらの面のこの位置ですね。ですのでスタートが0ですね。13ミ、mm、リでまっすぐと上がっていきますと。で13 mm から こちらの面取りの位置では21ミリにこのように斜めに移動するということですね。で、この21ミリからこの反対側へは114ミリということで、こちらと同じですね。この114ミリまでこのように移動していくと。このカッターの位置がですね、114ミリ移動するということですね。そして、この面取りの部分で122ミリにですね、また移動しまして、 122ミ、mm、リのまままっすぐ下に降りますとで122ミ、mm、リから最後のですね135ミ、mm、リに移動してあとはまっすぐと引くという形ですねこの数字の通りにマーキングしてですねカッターで切るということになりますはいということでですね今回の動画を簡単にまとめさせていただきたいと思うんですけども今回の動画はですね落ち蓋式夕方速攻 300×300 300の 折れ点部分を切断する際の積み出し計算方法ですね、えー。この計算方法についてお話しさせていただきました。えー、違和感のない綺麗な折れ点をですね形成するためには、えー、2本の側溝をです、ね、同じ角度で切断する必要があります。えー、具体的には、ですね側溝の幅ですね、今回は 520mm の幅に対して、 え切断すする長さですね今回は1 3 5ミリということで、えー、例にさせていただきましたけどもこの5 2 0ミリと1 3 5ミリの比率を計算してそれを各ですね切断位置にですね掛け算してやって切断位置をですね割り出していくということになります正確な計測と計算によってですね速攻のきれいな折れ点と機能的な接続が、えー、この計算でですね可能となりますはい ということでですね、今回の動画は以上となります。私のチャンネルはですね、このように土木の現場に関することを発信させていただいております。もしよろしければですね、チャンネル登録していただけたらなと思います。この他にもですね、同じ内容でブログの方もやっております。もしよろしければこちらの方も覗いていただければなと思います。はい。 ということで、動画をですね、長時間最後まで見ていただき、本当にありがとうございました。